はいどうも、とある大川です。えー、原点に帰ってきまして、ここは、餃子の王将、泉中央店です。はい、もう、まずいです。ただ、まずくても、原点に帰るということで、また、やってきました。さて、まずい王将を食べに行きます。はい、卵のり付けです。盛り付けがすげー偏ってますね。さすが、泉中央店です。はい、チャーハンセットやってきました。えー、チャーハン、盛り付け、半分に割っちゃってます。 えー、まあこんな感じですねまあでも来るのは早かったですえー、これ写真です全体の感じはこんな感じですはい餃子食べていきたいと思いますえー、3度目にしてまあ一番マシなんじゃないですかね餃子の焼き加減もまあ普通ですよ全然いい感じの色加減ですよはい食べていきたいと思います、えー、あったかくてよかったですよええー、泉中央で ちょっとだけランクアップしてました。はい、餃子の王将、泉中央店でした。えー、まあね、3月ぶりぐらいですかね、に来ましたけど、ちょっとだけ成長してましたね。あのー、クソまずい、クソまずいと呼吸してましたけど、えー、まあ何が,何が成長したかというと、まず店員さんですかね、一番一緒だったのは。あのー、そんなまあまあまあ、ちょっと遅いかなぐらいだったんですけど、商品と到着するの。めちゃめちちゃゃ 誠に申し訳ございませんって言って、あの、商品届けてくれたんですよね。前そんなのなかったんで、まあまあそれでまずはまあ、ああちょっと良くなったなと思いました。まあでも多分ね、あの、今6月でしょ。だから3月で、まあ辞めたんでしょうね。あの、そういう悪いアルバイトがね。だからそれで良くなったんでしょう。で、味なんですけど、まあ、めちゃめちゃ冷たいっていう商品はなくなりましたね。 えー、まあまあ、適温ぐらい。まあ、熱々って言われたら微妙ですけど、まあ、適温か、ちょいぬるいぐらいで、まあ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 、前よりはマシかなっていう感じですかね。まあ、ただやっぱ餃子ちょっとパリってしてなくて、あのー、なんかあれだなのパ、パ、パニャリみたいなのが、あのー、ちょっとふにゃーみたいな感じでしたね。だからもうちょっとパリっとした方がいいですね、餃子はね。 で、まぁ、ムしシロとかは、まぁ、普通ですかね。あまぁ、ちょっと、濃すぎるかなって感じでしたね。どっちかって言ったら。んで、チャーハンがちょっとべちゃついてましたかね。まぁ、あ、味は良かったんですけど、まぁ、あ、パラ、やっぱ、チャーハンって言えパラパラなんでね。王将のチャーハン。まぁ、あ、だから、まぁ、あ、総じて、まぁ、あ、10点ぐらいだったのが、まぁ、あ、30、35点ぐらいですかね。35点、40点ぐらい。 です。はい。まあ、成長してたんで、ま,あ、まずい店も、もしかしたら、成長するってこともあるんだなって思いました。なんで、あの、一番美味しくない店、変わりました。高石店です。泉中央店、まあ、あ高石よりかは美味しかったです。はい。ということで、本日は、成長した王将でした。それでは、泉中央店から、さよなら。